ホリです。ホリです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。梅雨はですね、うん、僕らもあの子供の頃からのスーパースター、うん、清原和博さん、うん、コメントでも上の方の代のことを聞いてもらえませんかっていうのはあるんですけど、うん、お聞きできるのも清水さんしかいらっしゃらないので、まあ俺の知ってる範囲でな、はいはい、うん、なんか俺が感じるようなことかな、聞いてみたいなと思ってるんですけど、うんうん、どんな方だったんでしょうか。いや俺はいつもね、そうやってホーリーだけじゃなしにいろんな方から聞かれたり、はい、やっぱり一つ上でキャプテンしてたっていうこともあって、はい、清原の子供そうやし桑田の子供そうやねんけど、まあ聞かれるんやけど、はい、やっぱり嘘のようつかん子よね俺の印象は。だからそのこの人におべんちゃらこの人にこうっていうのがない子、ない男やね、うんうん、ね、だからよう怒られることもするし、はい、怒られんとこうって思わんっていうの言うたら おかしかもわからんけど、もう自分のありのままを出す。はい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 、うん、やばい、うん、量でもいろいろ、そう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 、それ、ね、気に入らんっていうか腹立ったらちょっと顔に出るし、はい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 、嬉しかったら笑うし、はい、まあ、あいつの笑顔が一番ええんやけど、あ、うん、面白いことが好きな男やからね、はい、そのあんまり真面目腐ったようなことよりも、はい、面白い、もうほんまやんちゃくれんじゃないけどさ、もう当時はおもろい悪さするようなことをすんのが好きやったな。ああそうなんですね。まあ親の一個下でもようついてきてた、まあ今言われへんこと多いけど、博士行きましょう行きましょうとかな、よう来てたあれは。ああそうなんですね、うん、だから、もう清原はやっぱ可愛い、可愛い歌おかしいけどそういう男やったな。ああ、うん、もう全然隠しもなんもせえ、ありのまま、ありのまま、嬉しい、もう子供もうん、おちゃらけ。ああそうですか。いまだにそれあんまり変われへんのちゃう。ああ、うん、たまにそういうふうには感じるな。あ、うん、何をしても。だからあんまり変な印象はない。ああ、一緒に前にあの清水さんと、うん、あの車で一緒に帰らせていただいた時にチラッと聞かせていただいたら、うん、なんかちょっと似てる部分があんねみたいな感じのことも聞いたんですけど、うん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 、表向きは僕らも同じように、あの清水さんは強いしっていうふうに見てましたけど、実際いろんなあの現役時代のお話聞かせていただくと、結構繊細なところもありますし、心臓がほんま、やっぱり自分をそういうふうに見せなあかんっていう部分もあるんじゃない、はい、だから俺はキャプテンとしてやっぱりこうしとかなあかんっていう思いもあったよ、キュアラキュアラでずっと4番張ってずっと、はい、上じゃなかったらあかんっていう思いもあったらし、はいはいはい、プロ入ってからでもあ、まあ、そういう部分っていうのは作らなあかん部分っていうのがあったから、はいはいはい、だからそういう意味では少し野球は似てないけど性格的にはそういうのあるかもわからんね、はい、似た部分っていうのは、はい、うん、あると思うわ、うん、だからようわかんねん、そういう男やわ あれは。ちょっと待って、何がしてかぶせん、ちょっと待って、もしもし、これが BL や。でも入ってこられた時っていうのは見られてもうどんな感じに思われてました。いや、やっぱりすごいなって思ったよ。すごいよ、とにかく。あんなみおらんのんちゃうかな、 BL でもそうやろうし、はい、他にもと思うけどな、あれをあの選手を超える高校生っておるんかな。おらんのじゃない。俺も長いことコーチしたけど、まずおらんな。そうですよね。1年生入ってきた時でも、もう打ったらホームランやしな。だからあいつもよう言うてるように、引っ張られへんから右打ちせえって言われて、センターから右へ打つようになった、上手くなったってよう言うたりしてんの聞いてるけど、はいはい、ほんまやもんな。あんまり打ってボール取りに行かなあかんの先輩やったらちょっと、言うわな、はい、ええ加減にしとけよ、はいはい、ような感じを受け入れるよ、受け入れるんじゃないけど言わすような、またあいつもそういうタイプやから、あそこでこうするんじゃないけど、パーンで一挙るから。ああそうなんですね、うん、でそうやってまあ先輩からも言われたり、俺は言うてないと思うけどな、ちょっと俺が
何言うたかあるかないかは分からんけど、はい、ただあいつ清原も先輩とかそういう後輩とかもそうやし、すごい大事にするね、そういう言われたこととか、はい、案外なんでやねんっていうような感じをせんと、ちゃんと素直に聞くとこは聞くね。ただ自分と違うこと、思いと違うことを言うたらちょっと顔に出るけどな、うん、あ、自分が悪いと思って言われたら素直やねんけど、ああなるほど、はい、自分が悪くないと思って言われたらちょっと顔に出るな、だから嘘をようつかんっていう、ああ、うん、はいはいはい、とにかくでもすごかった、バッティングもそうやけど守備もうまかったし、まあピッチャーで入ってきてんけど、はい、スローイングも良かったし、はいはい、まあ、ただやっぱりあんまりこう上からのプレッシャーがあるとちょっとこう引くようなとこもあったな、桑田と違って、桑田はグワーンって行っちゃうけど、あマウンドに上がったりの、ね、で清原はちょっともうこれ以上やったらもうええわええなっていうような雰囲気は出しちゃうな、もう、ああそうですか、うん、もうしんどい、はい、しんどいやん、やっぱ先輩からそうやってプレッシャーあったら、はいはい、それはなんか見てて思ったな、あ一番印象に残ってることって何かありますか。それは清原も覚えてるやろうけど、桑田と同部屋になって俺の部屋子になった時に寝過ごしたことちゃう初日に初日の次の朝に、あ、うん、初日のうんで次の部屋に桑田さんと清原さんの部屋で審査やった、うん、すごいね、うん、俺があいつらを取ったんやな、はい、部屋子で、はい、で次の日の朝初日によ寝過ごして7時半まで寝とったよあいつら2人ともですか。2人とも、あ、お二人とも、おう、すごっ、ほんで桑田も一回も俺もしたことなかったけど、はい、その時だけは覚悟したんだよな、この前もそういう話う事件ですもんね、もう間違いなくアウトってそうですね、うん、ほんでもう朝ほら朝参りっていうのがあるから、はい、6時半頃起きて、はい、全員で朝参りするんやけど、もう行く時には寝とったから、はい、俺がもう寝かしといたれで言うて、はい、でそのまま朝参り出て帰ってき、はい、飯食って食堂で飯食って帰ってきたら正座しとったよ、あ、うん、正座して待ってた、これがビエルや、それが一番の印象あ、うん、あとはね、まあまあ2人正座して待ってたよ、ね、いうやつな、まあ野球ではもう印象言うてももうほとんどがすごかったから、はい、まあ遊びのことの方が多いかな、ジャパンで韓国行った時にいつも後ろついてきて、はい、してたんと、とにかくやんちゃくれやったからもうなんて言うたらええんやろな、ようさんがな、もうまあ変な言われへんようなことを寮でする時も高橋さんいいですか一緒に行ってとかいうのはあった、もうそういう印象やな、だからあ、うん、もううん、あとは阪神巨人で俺が巨人ファンやったからいつも阪神巨人の時は2つに分かれて、はい、応接室と広間に阪神ファンは広間、はい、巨人ファンは応接室、はい、で勝負して勝ったら今度は勝った方が応接室、はい、負けた方が広間っていう風にしてて、その時はほんで1、2年生あの全員下のもんもブレーコーにするわけ、俺らが一番上やから、俺は巨人ファンの代表や、代表っていうかやから阪神の方に下のもんにやじ、やじってこい言うたら清原も行って阪神先輩も阪神ファンのおるやん、はいはい、それでまあほぼゲーでほんって言うて、はあ、うん、もうほら戦闘機って言っとったよ、ああそうですか、うん、そんな時はほら先輩に言うたかってブレーコーやから、はい、ブレーコーや言うてるから、はいはい、清水さんがブレーコー、そうそうブレーコーやから、はい、もうええねんあいつもジャイアンツファンやろ、クワタもジャイアンツファンやね、はい、うん、もういつも、あで俺が怒る、他のもんに怒るとあいつは喜んでたな高崎は誰が行くんだっまあそんなんはあったよ、クワタはそんな話はあんまりせえへんねんけど、はいはい、清原は案外そういうのはあったな、あ、うん、だからそのノリが、そうそう、ね、もう面白いのが好き、はい、とにかく暗いのはあかん、はい、面白かったらなんかほんで行って案外律儀やしね、案外律儀、プロ入ったからでも律儀なとこは律儀、嫌なもんは嫌な顔するけどな、そういう時はあるけど、まあ印象に残ってるんだ、そんなもんかな、現役の時は、まあ野球はすごいよ、とにかく、は
野球はそんなんもう表現できひんぐらいすごい。どんなやったですか言われたらもうすごいしか言えへんな、言われへんな、もうこうしてとか言うたらまあちょっと難しいかな、うん、はいはい、人に伝えるのは、はい、これがBLや。僕とかでも、うん、プロ野球で活躍されてる姿からしか知らないんですけど、うんうん、でそこでやっぱり番長ってすごい言われてたじゃないですか、うんうん、けどその今の感じで言ったらそのちょっと子供っぽさがすごくそうやね、あるんかな、うんうん、そう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 、いつの時からかな番長って言われるような、はい、まあ体も改革していったのもあるやろうし、まあ性格もそういうのが嫌いじゃないから、やんちゃんのそういうのも嫌いじゃないから、だからそういうのにバーンと自分のあれに負ったんじゃないかな、体とそういう周りのあれで、ほんで自分を作ってそういう部分っていうものを作りながら、今度はそういうまた逆の面もありながらっていうのをしていったんじゃないかなっていうのはあるな。うん、そんなんじゃないよ、番長とか言う、清水さんから見たらもう番長っていう感じでは、は作ってるな、作ってるいうか、まあ自分でそうやってやってる、さもうそういう周りから言われてるからそういう風にしてる、してるんじゃないけど、演じてる言うたらおかしいけど、やってるんやろうなっていう。だから高校時代からでも愛想ない時は愛想ないし、うん、なあ、記者から質問されるのでも愛想ない答えを出す時もあるやんか、自分のそういう思ってないことを質問されたり、分かってるようなことを聞かれたり、何回も同じようなことをまあ記者さんたちは聞いたりすると不愛想に映る時もあるわけやんか、そういうのをうまいことやっていけるようなタイプではない。もう自分は今ちょっとしんどいんですと、今は喋りたくないんですって言えば簡単やねんけど、はい、もうそれを表現してしまう、はい、もうそれがどないしたんかなっていうような感じになってしまうところがある、はいはい、ところから番長やとかって言われるようになったんじゃないかなっていうのはあるね、はい、あ、なるほどね、うん、でも実際はそうじゃないんよ、はい、本当にもう話したくない時とかあるやんか、やっぱり、はい、はい、ありますよね、うん、はい、あると思うね、はい、やっぱり試合で疲れてる時、はい、いろんなことがそうそう、あって疲れてる時とかこうしてる時とか、はい、でもそれでもちゃんとせなあかんっていうのはあるかもわからんねんけど、あいつはだからさっきも言ったようにそういうのをあれせえへんタイプやから、うん、嘘つかれへんから、はい、うん、嘘でそんな言うても、はい、あかんやんか、はい、はい、うん、だからその辺は感じるな、だから番長とかではないと思う、でもそれはそれでいいと思うんやけどね、うん、俺らからしたらいうのを見るとまあ面白く見える時もあるから、あ、うん、逆にいいかなって、はいはいはい、うん、中にも知ってるだけにってことですよね、そう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 、はい、うん、はい、これがBLや。最近清原さんが YouTube を始められた、うんうんうん、やってる、やってるな、ご覧になられましたか。うん、登録したもんおあ、登録でピュッて押したらいいんやな、はい、登録の動画、はい、分かってくれてるんかなもう何年も出ないから3年4年5年前に、うん、あの時もおて、ほんま久しぶりに何十年ぶりかに話させてもらう、それもちょっとテレビじゃないけどそういうあれやってんけど、はい、でこの度な YouTube あれするで登録して、はい、で見てるよが、もうおもろいな思いながら、うん、面白い、おもろいなと思って、この前もバッティングセンターのあれ見ててんけど、うん、ああいう姿見たら嬉しいな、いつも打ててた人間が打ててなかった人のを見るのが嬉しいな、あいつはなんか嫌がってた、もうそういう姿を見せたくないとか YouTube では言うてたけど、でもまあそれをさらけ出しながらこの前もやってた見てんけど、うん、あれがやっぱ自然やな、もうすっごい良かった思って、自然な清原さんが、まあ自然な清原っていうか、あれが できるのも清原やな、 あれがかっこよく打つのも清原かもわからんけど、あれをあの姿をああやって出してくれるのも清原やな、 あそこからどう這い上がっていくんか、打てるようになっていくんかっていうのもありやし、そのままなあ打たれへん可能性もあるかもわからんけど、でもそれに向けてやろうとしてるのがすごく見えて、ああ面白いなあ思って、おもろいことをするのがやっぱり好きなんやろな、今でも、うん、あんなかっこよくしたらな、なんぼでもかっこよくできるやんか、はいはいはい、でもね、
何回も空振りしてもうへばったとかこうやとか言うてたけど、あれがほんまやと思うわ。ほんまに久しぶりあんだけお腹出てな、空降ってしんどいと思うよ、うん、それをこうねしてたから登録して俺も見てんねん一回出してくれへんかな嫌がるやろ、うん、それは思うわ、うん、もう思ってたことを言うてほしいなとは思ったりするけどな、はい、うん、まあ愚痴ばっかり言われるやろけどあの時こうやったやったって言われるかもわからんけどでもええわな、はい、そういうのが、うん、だから頑張ってほしいねみんな。今回はね、うん、また貴重な清原さんのお話も聞かせていただき、そうそう、また PL の内容で言えばね、うん、清水さんに聞かせていただいたいろんなうん、お話聞かせていただけるんで、うん、ありがたい時間でした、うん、じゃあ今日はこれで、はい、終わらせていただきます、はい、また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。頼むよ。お願いします。